ホルヨークはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の南西部ハンプデン群都市であり、コネチカット川の西岸とマウントトム山地の山々の間に位置している。2010年の国勢調査では人口39,880人であり、2012年の推計では4135人となっている。地域の主要都市スプリングフィールドの北8マイルにあり、 マサチューセッツ州には二つある大都市圏の一つ、スポコネチカット川バレーにイギリス人が最初に住んだのは六百三十三年のことであり、プリマスプランテーションから来た公益業者が現在のコネチカット州ウィンザーに基地を設けた。六百三十六年、マサチューセッツ湾植民地の大務官補でピューリタンの飲酒な派主義者であるウィリアム・ピンチョンがロックスベリーから 一軍の開拓者を率いてきて、前年に石膏が吟味していた土地にスプリングフィールドの町を設立した。コネチカット川バレーの中で彼らはその土地を農耕と、交易に最も利点のあるところだとみなした。この開拓地は、コネチカット川で最初の大きな滝のすぐ北にある肥沃な農地であり、海洋を航行する船舶はここで積みにお小さな船に、 必ず積み替えてコネチカット川の上流に送る必要があったのですぐに成功した開拓地となった。それはコネチカット川以外にもベーパスでボストンにマサチューセッツパスでオールバニに繋がる利点のある位置にあったことが大きかった。当初のスプリングフィールドはコネチカット川の両岸に広がっていたがその後に分割されていった。コネチカット側西岸の土地は ウェストスプリングフィールドとなった。ウェストスプリングフィールドの北端のパリッシュがホルヨークとなった。その名前はスプリングフィールドの初期開拓者ウィリアム・ピンチョンの義理の息子で1650年代にこの地域を探検していたエディザーホルヨークから取られた。ホルヨークのビレッジは1745年に入植されたのが始まりであり、公式には1850年に法人化された。 地域発の郵便局はアイルランドと呼ばれた。1822年6月3日に設立され、マーティン・チャピンが初代郵便局長となった。しかし1883年には閉鎖された。アイルランドデポと呼ばれる別の郵便局は1847年2月26日にジョン・ m チャピンを初代郵便局長として設立され、 その名称が1850年3月14日にホルヨークに変更された。ホルヨーク郵便局の初代局長はジョージ・ウィットルだった。スミスフェリーと呼ばれていたノーサンプトン市の一部が1809年にイーストハンプトン市の創設で分離した。ノーサンプトン中心街に行く近道はコネチカット川のオックスボウに近い道路であり、たびたび洪水を起こすところにあった。 この地区が1909年にホールヨーク市内に入った日本キート工業協会名誉委員会の代表団は1919年にウィリアム・スキナーサンズ工場を訪問しました。今井五助及び渋沢栄一を含むホールヨークは1849年にダムとホールヨーク運河体系を建設し、それに続いて水力を活かした工場。 特に製紙工場を建設するまで人口が少なかった。一時期は25以上の製紙工場が市内で創業していた。人口は1860年の5000人弱から1920年には6万人以上になった。1888年、ホルヨーク製紙産業がアメリカンパッドペーパー社の設立につながり、それが2007年時点で世界でも最大級の オフィス用品生産者になっている。水力を利用できることで、ホルヨーク市は独自の発電会社を維持させることができ、アメリカの主要地域電力会社とは独立性を維持している。例えば、1965年来たアメリカ大停電の影響を受けなかったことでは、数少ない地域となった。ホルヨーク町の初期レイアウトと方角設計、1853年頃。 ホルヨークはアメリカ合衆国で最初期の計画工業都市だった。市外は直線的な道路配置が行われており、ニューイングランドでは目新しいものだった。この道路配置は高層ビルを作るときに経済開発の道具として可能性があるものと見られ、周りの運河はレクリエーションやリラクゼーションの資源と見られた。道路の格子上配置は、 まっすぐな道路が少ないマサチューセッツ州西部で特徴的だった。ニューイングランドで最大河川であるコネチカット川沿いにあり、落差の関心を引いた。19世紀後半から20世紀半ばまで、ホルヨークは世界でも最大級の静止の町だった。静止と繊維工場に動力を与えるために建設されたホルヨーク運河体系が他のコネチカット川沿いの都市と区別させた。 世界最大の静止業として名声があるために、静止の都市というニックネームがある。マウントトムからの眺めホルヨーク市は、北緯42度12分11秒整形72度37分26秒、北緯42.20306度整形72.62389度、42.20306-72.62389 42. に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は22.8平方マイルであり、このうち陸地21.3平方マイル、水域は1.5平方マイルで、水域率は6.70%である。ホルヨーク市の西はサウサンプトン町とウェストフィールド市、北はイーストサンプトン市、川を隔てて、東はハドリー町とチコピー市、南は ウェストスプリングフィールド市と接している。ホルヨーク市にはマウントトム山地のイース山、トトム山がある。ロングアイランド湾からバーモント宗教まで伸びる直線的な山地であるメタコメット山地では標高1202フィートのトム山が最高峰である。トム山は高い崖、広がる、長望、美気構成体系が特徴である。 全長110マイルのメタコメットモナドノックトレイルがマウントトム山地とイースト山を通っている。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。政治的には近年民主党候補を大差で支持する傾向にある。2012年アメリカ合衆、同年のアメリカ合衆国上院議員選挙では民主党の挑戦者エリザベス・ウォーレンが70%を取り、 共和党現職のスコット・ブラウンが30%と大敗した。2011年の市長選挙では、ゲイを公表したアレックス・ビー・モースを当選させた。2003年 FBI の犯罪報告書によれば、ホルヨーク市の犯罪率は、ほとんどの分類で、全国平均を上回っており、特定分類では、特に高い。窃盗犯罪は2822件に上り、特に多い。 ホルヨーク駅、アムトラックのホルヨーク駅はメインストリート74にある。ホルヨーク駅にはセントオールバンズとワシントン DC 間の昼、雪長距離列車バーモンター号が1日1日往復停車する。近年はホルヨーク市にハイテク産業を誘致する努力が成功して経済の多様化が進行してきた。例えば大学と技術系会社の連行でエネルギー効率の高い。 高性能コンピュータセンターであるマサチューセッツグリーンダカ性能コンピュータセンターを建設し2012年にオープンした。関わったのはシスコシステムズ、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、マサチューセッツ大学、ボストン大学、EMC コーポレーション、アクセンチュア PLC だった。このセンターは水力発電が利用できることもあってホルヨーク市に建設された。 1979年、ニューイングランドでは、最大級のショッピングセンターである、ホルヨークモールが建設され、小売業が、市の大手雇用主になっている。小売業は市に大きく安定した税収をもたらし、年間700万ドル以上になっている。ホルヨーク市は、同じます。歴史的に市の労働者階級移民は、まず、アイルランド系を主に最初の波が訪れた。 ダムの建設と工業化が進む前からアイルランド系移民が入ってきており、町の名前も最初はアイルランドパリッシュとされていた。今もセントパトリックの日パレードが毎年行われており、そのルーツが忍ばれる。1850年代、工場のオーナーたちはフランス系カナダ人を従順で労働組合を結成する可能性が低いと見て、その雇用を始めた。 20世紀前半に訪れた移民の波によって、ドイツ、ポーランド、ユダヤ人の社会が著しく成長し、文化的に影響を与えてきた。1950年代から、プエルトリコ人や、その他のラテン系の民が大挙流入し、ホルヨークに移ってきた。今日、ラテン系が市内で最大の人口構成比を示し、プエルトリコ以外のアメリカ合衆国では、 プエルトリ個人の構成比44.7%というのは最大である。ホルヨーク市のラテン系人口は2010年時点で19,313人となり総人口39,880人の48.4%だった。ホルヨーク市では国内でニューヨーク市に次いで2番目に大きいセントパトリックの日パレードが開催されている。 1952年からセントパトリックの日の次の日曜日に開催されるこのパレードにはニューイングランドやアメリカ合衆国の東部海岸から数十万人の観衆を集めている。通常年は35万人から45万人だが、1960年代や1970年代の天候がパーフェクトだった日には警察の推計で100万人に達したとされていた。 ホルヨーク市のプエルトリコ人社会が毎年7月第3週末にラフファミリア・イスパーナが開催するヒスパニックファミリーフェスティバルの一部としてプエルトリコのヒッパレードが開催されているその人気は毎年増加しておりアメリカ合衆国北東部のプエルトリコ人を引きつけているわずか6年前にホルヨーク市の高校生として初めて LGBT の権利活動家となった アレックス・ビー・モース原市長が2012年6月のゲイプライドの月を認識し、市では初のレインボーフラッグを掲げる儀式を主催した。1895年2月9日、ウィリアム・ジー・モーガンが元のホルヨーク・イ m c a でバレーボールを考案した。ハイ通りとアップルトン通りの交差点にあった YMCA のビルはその後解体された。バレーボール殿堂が ホルヨーク市の歴史遺産州立公園にあり、毎年10月に新しく競技者、コーチ、貢献者を検証している。バレーボールは当初ミントネットと呼ばれていた。ホルヨーク教育部が市の部門である。ホルヨーク高校、ウィリアム・ J ・ D ・ディーン職業訓練校、パウロ・フリーレ社会正義学校が市内の高校である。ホルヨークコミュニティ・カレッジは、 ホルヨーク市とマサチューセッツ州西部を対象にしている。ホルヨークカトリック高校は50年間ホルヨークにあったが、現在はチコピー市内にある。ホルヨーク公共図書館はメイプル通り335に設立され、新古典主義建築の珍しい例となっている。図書館公園にあり、1887年にホルヨーク水力発電会社が寄付した。1870年、 当初の図書館は、旧アップルトン通り学校の部屋を使っていた。1876年、市役所の主フロアの大きな中央室に移転した。その後収容しきれなくなって、近代的な設備が必要と判断されるまでそこに泊まっていた。ホルヨークの市民は図書館を建設し、追加の書籍を備えるために資金集めを行った。 ヘンリー・チェースの指導下に9万5千ドルが集められた。ウィリアム・ホワイティングとウィリアム・スキナーがそれぞれ1万ドルを寄付した。建物の設計と建設に当たった建築家、ジョセフ・クロウは、その娘が図書館の誠実なパトロンだったので、その設計料を無料にした。公式には1902年にオープンした。除幕式の時、当時図書館長だったウィリアム・ホワイティングがこの図書館を、 人民のカレッジと呼び、図書館は、学校と同様に、地域社会の知的生活の一部であり、我々の教育体系の一部として、寛大に支持されるべきである。この壁の中に、文学、芸術、科学に捧げられた著者たちを見出し、それらは求めるものに対して無料である。我々は、ホルイーク市民に対して、求めざすれば、あなたの生活を有益で幸せなものにする知識を、 見つけられるということができる。と付け加えた。は、ホルヨーク市生まれであることを示す。ありがとうございます。